はいどうも、スマホの温度が上がりすぎてカメラが強制終了されましたよっていうところでね、今回はですね、日本国内で自民党が統一教会に支配されちゃってたのではなかろうかっていうところをですね、追及する人とか団体がですね、いないことについて話してみたいと思います。ひょっとしたらですね、ごくごく一部まともな国の機関があって、そこがひょっとしたら調査してるかもしれないんですけど、見えないんで裏でやってる可能性はあるんですけど、そうだな、普通の国であれば、たとえ最大与党であったとしても、これはいけないことだということで、野党がですね、強烈に追及するとかですね、自民党の中でも自浄作用が働くとか、そんな感じのことが普通の国であれば起こるんですよ。で、それが起きてないんですね。で、ひょっとしたら社民党の人、その福島みずほじゃなくてもいいですけど、社民党の人が、どこかでこう悪いことだと吠え出たりですね、日本共産党の人がこれは悪いってことだからって吠えてたりしてもおかしくないんですけど、そんな話は聞かないですね。で、本当にですね、僕が見てるところが悪いのかもしれないですけど、西村博之が一番頑張ってるんじゃないかと、おっと、風の音しか入んないな。西村博之がですね、日本で一番頑張ってるんじゃないかと思うぐらいなんですよ。だけどね、あの人、どこからもお金が入るわけでもないし、やる義理も、義務もないですし、基本やる気のない人なので、そのぐらい日本は終わってるんですね。で、西村博之がなぜやってるかっていうとですね、おそらくですけど、片足を乗っけちゃってる。この件に関して良くないよねってこう、最初のあたりで、僕は中立だと思うんですけど、こう、みんなはどう思うか知らないけど、悪いことだと思わなきゃダメですよ、これっていうのを言ったっていうのと、あとですね、僕も多分割と似てると思うんで、あれなんですけど、興味があるから、例えば映画を見ててこの先どうなるんだろうとか、悪の秘密結社の中身とかってどうなってるんだろうとか、そういうレベルの興味があって、そのレベルだと思うんでね、本当日本はねダメですよと個人的には思いました。どなたか頑張りませんかね。以上です。